皆さんこんばんは。よりこのアラフィフチャンネルへようこそ。よりこです。はい、こういうビログという形でお正月の、温泉のビログは出しましたが、こうやっておしゃべりするという形でのビログは今年初めてだと思います。なんかね、結構バタバタ忙しくて、なんかね、こういうまったりした時間っていうのがちょっとなかったものですから、なかなかビログという形でこうお話しするねでがなかったんですけど、今日ねちょっとどうしてもゴシップの部分でお話ししたいなと思って思わず、動画を回してます。はい、皆さんもご想像通り小泉今日子ちゃんのねえ、なんでしょうね、キョンキョンもやっちゃいましたね。まあね、不倫自体が驚くってことじゃなくて、彼女はうだつの上がらない豊原さんに、まあ早く言えばね、早くすっきりしろよっていうことでやっちゃったんでしょうね。きっと宣戦布告ですよね、奥さんに対しても。まあ豊原さん自体がね、うだつが上がらないというか、まあね、男ってずるいですからね、なんていうのかしら、両天秤っていうか、一番居心地のいい部分をやっぱり選んでいくと思うんですよね。で、私思うんですけど、まあ、中にはねバカなやつもいるとは思うんだけど、男の人で妻子ある人って絶対別れないと思うんですよね、よっぽどのことがない限りはね。で、まあ、俳優さんとかね、そういったタレントさんとかは分からないですけど、豊原さんに関してはあの会見を見る限りじゃ奥さんと別れるということも言ってないし、お茶を濁したような感じだったじゃないですか。じゃあ小泉今日子と、まあ、結婚しますとかね、小泉今日子と一緒になりたいから今後は離婚の話を進めていきますとかっていうこともはっきりとは言っていないし、だから豊原さんのああいう態度にキョンキョンが、まあ、なんていうのか、しびれを切らしてしまってね、え、女って怖いですよね、略奪愛ね。彼女もうまいようにご家族に迷惑をなんて書いていましたが、だったらね、ご家族に迷惑かけたくないんだったら、火災士があるしね、迷惑かけたくないんだったら黙ってるでしょう。だから事務所をこう、なんていうのかしら、退職してっていうかね、移籍してまでも結局事務所にそういうことをこう突発的なね動きをすることを事務所には止められていただと思うんですね。それは彼女が文章の中でもね話してると思うんだけど、それを何だろう、事務所を辞めて解放された時にもう言うってことは、もうそれが目的って言ったら変なんだけど、そこにもう情熱を注ぐために彼女も命を懸けたって言ったら変なんだけど女って怖いわね。うん、でもそうだと思う。彼女はそれに対して、だから豊原さんは会見の中でも言ってたけど、だから何もね、あんな行動を取らなくてもみたいな部分はあるし、なんていうのかな、きっとね、豊原さんの中ではね、そこまでじゃないのよ、妻子と別れてまでキョンキョンと、まあ、腐れ縁っぽい部分はあるのかも、3年ぐらいもお付き合いしてるみたいだから腐れ縁っぽいのはあるのかもしれないけど、でも、うん、そこまでじゃないんだと思うのね。なんか
いろいろこう大人になってからの不倫と若い頃の不倫と違っていろいろ背負うものがねあると思うので、一筋縄ではいかないと思うんだけど、なんて言ったってキョンキョンはやんちゃだからね、多分それが我慢できなかったのかもしれない、うだつが上がれないトゥアラがね。なんかまたざわざわするでしょうね、しばらくこの話題で。皆様はどう思いましたね、久しぶりにゴシップ話題になりましたが、なんかね最近あんまりなんかゴシップの話題、面白いゴシップって言っても面白いなんかあれはなくて、松井さん以来私も興味があるゴシップはほとんどなかったんだけど、ちょっとここに来てちょっと私なんかにとってはキョンキョン、私とキョンキョンって一つ違いなのでキョンキョンの方が一つ上なんですけど、リアルタイムなアイドルだからで、ね、なんかすごい何っていう風に見てしまいました。はい、まあなんか変なビログとか言っても変なあれになっちゃったんだけど、久しぶりになんか思うことがあったのでお話しさせていただきました。それから、あと、まあ、皆さんにね大変ご心配かけてしまっている体のことなんですが、まあメインのメインのチャンネルの方でもねお話ししましたが、今検査をいろいろやっていて、その結果を待ちの状態ではありますが、まあねなんかねストレスでね太っちゃった、ストレス太りしちゃった、なんか2キロぐらい太っちゃって、普通だったらね痩せるんでしょうけど、でも今日実はね美容室行って髪を少し切って、ちょっとこれだと分かりにくいかもしれないんですけど、ハイライト少し静電気すごい静電気ハイライトを入れてもらってきたんですけど、その時に言われたのが白髪が増えましたね、前回よりも1ヶ月前よりも白髪が増えましたねって言われたんですね。自分でも思ってたの、実はね白髪のね白い色がね濃くなったなって思って、すごいね、やっぱりこれはねストレスなんですよね、嫌になっちゃう、ね、なんか早くはっきりこう検査の結果が出てはっきりしたことが分かってくれればいいななんて思いますけどね、まあ、どうしてもいろんなことに関わってきてしまうので早く結果が出てくれればいいなっていうふうに思ってます。はい、すいません今日もなんかゴシップとなんか暗い病気の暗い話とかしちゃったんですけど、でもねなんだろうなんだろうキョンキョンの気持ちも分からなくはないけど、穏便にねって穏便にねって、やっぱり自分中心に物事を考えちゃダメよって言いたいかな、やっぱりその陰には悲しむ人もいるから、あなたね、あなたというかキョンキョン自体もとっても苦しんでるとは思うんだけど、もっと苦しんでる人がいるんだよっていうことをかな。はい、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。久々のビラグチャンネルです。またちょっといつ更新になるか分かりませんが、この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。ではまた次回、YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。おやすみなさい。